こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、はい、異常介助が、まあ、上手な人、苦手な人いらっしゃると思いますので、まあ、どういった人が上手なのか、どういった人が苦手なのかっていうのを、まあ、僕からの目線と山田くんからの目線とで、まあ技術を交えてね、解説したいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を、紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、でちょっと本編入る前に紹介なんですけど、この11月ですね、もうすぐなんですけど、11月の17日から19日まで日本通所研究大会っていうものが、広島県の、福山市の方で開催されるみたいです。はい、内容がね結構面白くて、いくつかブースに分かれてるんですけれども、認知症のケアであったりとか、あと事業所の運営の仕方であったりとか、まあ、今度ね法改正が行われるので、その法改正の部分であったりとか、あとは介護技術の部分であったりとか、そういったブースがたくさんあって、まあ、そこでね、結構有名な先生方が、講師に来てくださったりとかされてるみたいです。はい、で特にね認知症に関しては僕結構興味があることがあって、認知症の本で認知症の方が見ている世界っていう本があるんですけど、知ってますか？聞いたことあります。はい、何個かシリーズがあるみたいなんですけど、その著者の方が認知症ケアのポイントについて、説明というか、講演に来てくださるそうなので、そういったものもねすごい楽しみかなと思います。はい、まあ、それだけじゃなくてね、今度法改正行われる中で、まあ、事業所の運営、まあ、管理者であったり、まあ、経営者たちに向けた、そういったブースもありますので、まあ、そういった方もねぜひ見ていただけたらなと思います。で、費用がですね3日間開催されるんですけど、3日間開催すると3万円、2日間開催されると、2万円、1日だけ参加されると、まあ、1万円ということで、まあ、すごい分かりやすい設定になっているかなと思いますので、もしよかったら、11月の17から19日ですね、広島の、広島県福山市の方で開催されますので、ぜひ足を運んでみてください。で、17日に関しては、無料で、参加費無料で市民の公開講座ということで、人生の仕方、人生のしまい方を考える、最高の私らしく余生を送るみたいな、就活に、関することだったりとか、まあ、相続、お金のことに関してのことだったりとか、こういったこともやってるみたいなので、ぜひね興味ある方は行ってみてください。ホームページ概要欄に貼っておきますので、ぜひねチェックしてみてください。ということで、じゃあ実際にね、こちらですね、異常介助が上手な人、苦手な人、まあ、この解説をしていきたいと思います。はい、じゃあまず僕から、異常介助の上手な人、苦手な人の、まあ、差というか、どういった人が得意なのかなっていうと、やっぱり、まあ、僕の本当にねイメージですけど、まあ、技術ってたくさんあると思うんです。ボディメカニクスとかもたくさんあると思うんですけど、まあ、そういうことも含めてにはなっちゃうんですけど、やっぱ体の使い方を分かっているか分かってないか、この差なのかなと思います。もちろんその考えて分かるようなことでもあるし、もともと昔からスポーツしてたような人であれば、体の使い方が上手な人もやっぱ多いですよね。なのでそういう人っていうのはやっぱり、僕の勝手な見方ですけど、上手な人が多いのかなと思うんですね。で、例えば異常ってなると、まあ、いつも言ってるみたいに、まあ、立ち上がりの動作が基本になってくると思います。で、これ今から言うことぜひね2人組になってちょっと実験じゃないけどやってみてほしいんですけど、山田さん、じゃあ1回立ってみてください。はい、この今の山田くんの体の動きをいかにイメージできるかだと思うんですね。今の山田くんの、まあ、正常な立ち上がり方を、まあ、解除していかないといけないわけで、ただ今みたいに山田くんに、まあ、利用者様に、一回立ってみてねっていうのはできないわけですよ。まあ、全解除とかなったり一部解除の人でも。で、それをいかにイメージするか、で、それをイメージ通りいかに解除するかっていうのが一番大事かなと思います。っていうのが上手な人なのかなと思うので、例えば今のこの立ち上がりのイメージをね、間違ったイメージの仕方をしてしまうと、じゃあいざ解除に入るときにどうしても今みたいにこう前方に解除するんじゃなくて、上に持ち上げてしまって非常に腰を痛めてしまったりもするので、今みたいなこの前屈であったりとか、まあ、支持基底面に体重が乗るとか、それを
まあかもうね、考えずとも分かっている人も体が分かっている人もいればやっぱり頭で考えて動作につなげていくっていうような人もいてるとは思うんですけど、このイメージ力っていうのがすごい大事なのかなと思います。なので、まあ、今のは立ち上がりだけですけど、いざ移乗するってなった時も、じゃあ前屈して支持基底面に体重乗せて、その後お尻を回していくというようなイメージができるのかどうかで、イメージ通りに自分の体もうまく使うことができるのかっていうことになってくるかなと思います。はい、じゃあそれどうしたらいいのかなんですけど、まあ、イメージってなるとやっぱり何回も何回も反復で覚えていくしかないかなと思うので、もうこればっかりは経験にはなってくるかなと思います。まあもちろん現場で経験を積むのも一つですし、こうやって練習しながらイメージを積むのも一つやと思います。でなかなか相手が見つからないっていうのであれば、自分の動きってやっぱり、まあなんだろう、自分が解除される側でないのであれば、両者様でないのであれば、自分の動きっていうのはある程度、まあ、正常に近い動きになってるかなと思うので、まあ、もちろん人それぞれ癖はあるかもしれないですけど、まあ、正常な動きに近いと思うので、まあ、自分の動きをね動画で撮ってみるとかね、そういうのもすごい大事なことなんじゃないかなと思うので、まずはイメージ力、正常な動きのイメージ力をアップさせていくっていうのが、まあ、上手な人と苦手な人の差なのかなと思います。でこれって異常だけじゃなくて、起き上がりとか、寝返りとか、まあ、全てのね解除において言えることかなと思うので、まあ、そこはね、まあ、何回も練習して経験値上げていくってところなのかなと僕は思っています。はい、じゃあ山田さん交代しましょうか、場所はい、はい、じゃあ山田さんの思う上手な人、苦手な人、はい、はい、僕が思う上手な人、苦手な人の上手な人、苦手な人、まあ、これ一つだけですね。見た目です、はい、完全に見た目、はい、はい、まあ自分がしてる時っていうのは、うん、まあなかなか見れないので、客観的に分からないので、こうパッて見させてもらった時とかに、あ、この人うまそうだな、ちょっと下手そうだな、苦手そうだなっていうのが、どこで指標を測っているかっていうと、苦手な人の場合、うん、まあよく見るのがへっぴり腰の状態で、こんな感じでこう解除されてる方を結構介護現場でよく見ます、うん、で、じゃあこれは何を改善したらいいかと、まず一番距離の問題、いつも適切な距離で近くの方がいいですよっていう風なお話はしてると思うんですけども、ただ近すぎてもやりにくい、遠すぎてもやりにくいっていうところがあると思うので、適切な距離っていうのは人の手の長さが一人一人違うので、ここはもう何回か反復していただいて、やる中でここが力発揮しやすいなとか、なんか物を持っとくとこでもそうですけど、遠くで持つのってもちろん持ちにくい、でも近すぎたら詰まってちょっと持ちにくかったり、ちょうどいい距離っていうのがあると思うんですね。その距離を探っていただくっていうのが一番いいのかなと思います。ということで、まあ、今日は、異常解除が上手な人、苦手な人の、まあ、解説をねそれぞれさせてもらったんですけど、まあ、結論から言うと、まあ、やっぱり経験者のかなと、はい、思います。やっぱりね、新人さんと比べたらそのベテランさんの方が上手なのは、やっぱそういう体の使い方とか、まあ、距離感とか、その辺を経験の中でやっぱ養っているものだとは思うので、まあ、それがなかなかねうまくいかないっていうのは経験の差もあるけど、まあ、今僕が最初に言ったような練習の仕方とかもあるとは思うので、ぜひねやってもらえたらなと思います。はい、で山田さん、ワンポイントアドバイス、はい、お願いします。まあ、今ほとんど言ったんですけど、まあ、経験イコール練習かなと思います、うん、実際 の利用者さんでするっていうのは結構リスクがあることなので、まあ、交互に、同僚の方であったり、ご家族さんであったり、手伝っていただける方と練習をして反復して、これが一番私にとってやりやすいな、自分にとってやりやすいなっていうところを見つけていただくのが一番かなと思います。はい、はい、そうですね。はい、でね、冒頭部分でもね説明しましたけど、紹介しましたけど、11月17日から11月19日ですね、日本通所ケア、研究大会というものが、広島市の福山市の、広島県の福山市の方で開催されますので、気になる方は概要欄のホームページを見てみてください。ということで、いつもコメント高評価ありがとうございます。これからも介護技術であったり、まあ、主語の紹介していきますので、チャンネル登録、応援のほどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。